今グラウンド上では竜巻が行われています。再開は今と3分後午後20分を予定しています。東北九州そして宮城県内そして共に明けを申し上げます。レギュラーの方が少ない、試合を戦いまして明徳地区は出身がわずかに4、これは今大会出場3人で最少、そして宮城県内平和得点が10、3番目に少ない、そしてキラーも両チーム1年平均 0.5 程度と非常に堅い守備、投球を中心に深いところを持って勝ち上がってきた点なんですよね。そうですね、ですから、まあ、そういった意味ではお互い守備力が高いですが、はい、まあ、ロープは予想されるんですが、まあ、お互いの打線がですね、それぞれのピッチャーをどう攻略するか、そういった意味ではその辺が一つ注目のポイントになるかなと思うんですね。まあ、ズバリやはり明徳義塾の白木君に対して仙台育英の打線、力がある打線が強打力もありますのでね、そういったところが一つどう打ち崩していくかを見て、いきたいですね。仙台育英を率います須江航監督に昨日お話を伺ったんですが、左のピッチャーの白木バッターへのインコースのカットボールが本当にいいボールなんだと、ちょっとこれは苦労するのではないかという話もしていました。そうですね、食い込んでくるボールというのは彼左に対して左に対して右バッター非常に苦労しますので、そういった意味では左に打者の方がとすると攻略しやすいのかもしれません。仙台育英の生活も左バッターの方がしっかりと捉えられるのではないという話もしていました。今日は6人左バッターを先発入れています宮城仙台育英。まず白木対宮城仙台育英打線というのを注目して見ていきたいと思います。さあ両チームの選手たちが一塁側明徳義塾、そして三塁側グレーのユニフォーム仙台育英、両チームの選手たち少し感覚を空けながらガンガン前に出てきています。第2試合これから行われます。まず一瞬に送り出されるように両チームの選手たちホームプレートを挟んで整列しました。まあ、深々とお辞儀をしてまず守ります宮城仙台育英のクリーンがそれぞれのポジションに来ていきました。では場内アナウンスで守る宮城仙台育英の守備をご紹介します。
第1山影が左バッターボックスに入っています。バッターボックス左は山影、かなり高速に近いところに打席構えるようになっています。突然ずつ追い込んで第5球を投げました。反応直球際どい外れたボール、133キロ、外に逃げていったでしょうか。カウントは3ボール2ストライクです。バッターと山影左は左手左第6球を投げました。直球差し右当たりだ。ただライトが少し高めだった。ライトは下がっていく。下がっていってこちらの右足が入れました。下がりました。アウト。ワンアウト。昇進のサウスポー白木がこれからマウンドで投球練習を行うことです。